ン、また私たちの出番増えてきたね。ああ、ありがたいことなんだぜ。これもひとえに超絶美少女霊夢様の丘。あ、霊夢は消しておきましたので、本編をどうぞ。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況を遊んでいきましょう。今回最初はジョンさんのコスバームクーヘンさんへの挑戦状ファイナルラスボスレベル難しそうだ、クリア率は 1% を遊んでいきましょう。ベストクリアタイムはうさささんが持ってますね。さすがのうさささんレベル。これいきなりこれ倒さないとダメなんだよね。これ倒せるの、そもそも。そっからしてやばくない？下のパウがあるんだけど、あのパウも使えるの？これそれとも上行ける？上来ちゃったよ。そこのコインのところ怪しいんだけど、なんかあるわけではない。じゃあとりあえず逃げていきましょう。レベル1、 P スイッチをここに落とす？違う？はいはいはい。あー、当たる。あーい、こうやって P スイッチで足止めするのか。なるほどね。こういうことか。こっちに来れないようにしてやればいいんだ、あいつらが。ここら辺は、タイミングが取れなかった。畜生、難しい。よし、突破。これで、あ、ピンクコインがこんなところにある。よし、これは普通にいける。またタイミング系か。リズムがないクルクルさんには難しい。あいー、ここで変、よし。あい、1アップキノコより先に行くのか。おーし、抜けたー。中間ポイントありがとうございます。これはどっちに行けばいいんだろう。ここになんか入れそうなものがあるんだけど、気のせいということにしておくか。これはあの下ろす順番が大事やつ、そんな感じですね。どういう順番で下ろしてやればいいのか、くるくるくるさんの頭脳にかかれば分かるわけがないので、まず真ん中、これじゃダメ。はい、落とすタイミングとかもあるのかな。おし、入れた。なんか違う気もするけど、入れれば OK でしょ。いや、ただ今後のことを考えると、あー、嘘でしょ、嘘だと言ってくれ。ほい、あ、ブラパー乗ってた、畜生め。とりあえず正解の落とす順番は真ん中、左、一番でっかいの、これで問題なく登っていきます。ほい、しまった、登れない。あ、届く、危ねー。この辺り、難しすぎてかなり集中していたので喋れていません。ごめんね。あ、こんなところにファイヤークッパクラウンがいたのか。間に合った。てないような気もするけど、あー、ピンクコイン取れなかったけど、とりあえず先に進んでいくんだい。上、はい。
何があるの？こう？こう、おーし！やりたいことは分かったとりあえずここのピンクコインは急げば取れる。ギリギリだけどなんとか取れる。ちゃんと優しい設計になっていました。ここカビキックだね。こういうことだね。ほらほらほら、よいしょ。これでいいのかな。あれいいのかなとも思ったけど、これってダメなんじゃないの。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いいのか、これでいいんだ。ブラックパックを足場にして入るのかななんて思っちゃったけど、普通にパワーブロックを足場にして入れば問題なさそうですね。お邪魔いたします。今のとこがレベル、待って、上どっちに行くの。あ、こっちの土管に入れたのか。それは分からなかったよ、畜生め。で、これで倒す。やっと戻ってきたよ、スタート地点。これ最後の1枚取れるね、取れるね。キノコを取って、鍵全部揃って、珍しく鍵扉に入っていけた。さあ、ここでくるくるクールを待ち受けているものはメット。やったー、すげえ嬉しい、超嬉しい。メット最高、プロペラやった、これも最高。よし、お前には今回苦しめられたけど、いつもお世話になってるからな。ありがとうよ、トッツァン。この扉なんだろう、なんか演奏機になってんのかな。スターの音が切れるまでちょっと待ってみましょうか。よくわかんないから、いや戻ろう。そのわけでゴール。いや、めちゃくちゃおもろ、難しかったですよこのコース。最高だわ、過去最高のコース。お次のコースはこちら、いいねランキング国内難しいの第2位、山村氏はワンワンを買おうかと検討中です。花さんのコース、どうせ買うんだったら大型犬が大好きなクルクルクールです。今飼ってるのはゴールデンレトリーバーなんですけど、あと飼うとしたらね、グレートプレニーズとかサモエドとかいいですね。どうしても大型犬に憧れる。これはピンクコインとってこっちに戻っていける。ここは登っていくのかな。あぶねえ。このネッチが当たっちゃわない、だって当たっちゃうよね。はい、これを取って下に降りていって、こっちは行き止まり。待って、これ潰されちゃわない、潰されちゃわない、大丈夫、ギリギリで耐えられる。あ、アミーボ取れた、優しい。で、スターも取れる。スターでこの辺のネッチとか助けてじゃないや、倒しておいかないと後々厳しそう。あとは挟まれないようにしましょうか。危ねえ危ねえ危ねえ、天井のガリガリに当たるところだった。待って、この津田のせいで扉に入れない、お邪魔します。次、右側に矢印があるんだけど、何か壊すものがあるのかな。なるほどね、あいつを連れてくればいいのか。よいしょ、これで右の方に進んでいきます。ちょっとここカットしましょうか。はい、カットしたかな、カットしたと信じて、ここでファイヤーフラワーが来る。よいしょ、あのファイヤー取りたいけど、あ、落ちる、あぶねえ。ギリギリ耐えたか、今のはすごいギリギリ。3方向打てないとこのブロック壊すのは壊そうというか難しそうなんで、落ち着いて丁寧に破壊していきましょう。はなちゃん下に降りてきてくんないかな、どうしたったら。よし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 、一気に倒してきたぞ。これで今のうちにどんどん進め、どんどん進め、どんどん進め。次はこっちか、ワンワン倒してスター状態で。危ない危ない、無敵時間が切れてしまった。まあでもファイヤークッパクラウンに乗っていれば大丈夫でしょう。全然余裕余裕、畜生命、何が畜生命なんだ。扉に入って、ここでまた
山村よいしょ加藤ポッポあーはーほうが行きやすそうな気がするんだけどいいのこれとりあえずワンワン全消去よいしょ上行くよ上行くよ次どっち行けばいいんだこっちじゃなさそうだ下が切れる前にあーはーあのドアは何なの上行くの下行くのどっちなのはい、地味にブロックを壊して登ってまいりました、ハトポップ山村。またワンワンがいるけど、気にしなくて大丈夫？まさかあいつら登ってくるんじゃないだろうな。先に行っておくれ。よいしょ。さあこっちに来ないかな。この辺でうまくスターだけ取りたい。よいしょ取った。でもファイヤーもやっぱり取りたい。ファイヤー取りたい。よしファイヤー取ってこれでも勝てるでしょう。勝ちゲームをした。勝ちゲームをした。ごめんなさい調子に乗った調子に乗った調子に乗った。長くないこのコース。そして難しくない。どこまでこれ乗っていけばいいんだ。とりあえず右側行くよ。ねえ右側の方がなんかアミーボとかスターとかいっぱいあって楽しそうだから、ファイヤークッパクラウンを置いていかないといけないのが悲しいんだけど、今回は長いコースに当たってるね。というかそういうコース選んでるのかな。違うの？鍵発見鍵発見。これでいける？ダメージ食らっちゃっての完全なゴリ押しというなんともみっともないパターンなんだけど、中間点も2つあったっけ。もうゴールがいいな。ゴールはどこだい。この辺じゃないの。え？あ、違う、ここ下いける。なんとも本当に作り込まれたコース。ここゴールだ。押し村区はハトポッポのまんまクリアできなかったことかな。それにしてもいいコースに今日は巡り合えています。山村市はワンワンを飼うのはやめた方がいいと思います。最後はこのコース遊んで終わりにしましょう。スクロールでスピードラン30秒新感覚かも。クリア率 10% あるんで多分何回かやればクリアはできるんじゃないでしょうか。頑張っていきましょう。今とりあえず喋るのを忘れてしまったんだけど戻れなかったよ。これはコースを覚えないとダメだね。間に合った。右側だと思うんだけども壁キックか。壁キックこっちでこっちでこっちで。今度は何。下を登る。下を登るよ登るよ本当に登るよ。やったー。ゴールが何パターンかあったのかな。下のドアに入ってもクリアできたのかもしれない。今日長いコースばっかりだったからね、最後はこのぐらいのスピードランのコースがちょうどよかったかもしれません。スクロールでスピードラン30秒、ちょっと新感覚でしたね。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだしてない方、よかったらしていってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。